大阪府の吉村博文知事が先月23日に大阪府茨木市で行われた維新タウンミーティングで2025年大阪・関西万博で象徴となる木造の巨大環状屋根リングをめぐり批判的なコメントをしているとして元テレビ朝日社員の玉川徹氏に対し出禁と発言していたことで SNS 上で波紋が広がっています。 SNS 上に拡散されている動画によると吉村氏は万博リングについて絶対これは何らかの形で残してほしいというくらいのものができている、今批判しているね、名前言いませんけど羽鳥慎一モーニングショーの玉川とかね、今批判するのはいいけど入れさせんとこうと思って入れさせてくれ、見たいと言ってももうモーニングショーは禁止、玉川徹は禁止と言うたろうかなと思うと発言していました。